中って何？早上がりだったんですよ本当は。多分私そう早上がりだったんですけど、きっとそうなんだけど、途中でね、そうお客さんが急に増えて、あのいることになりました。今こんばんは。あ、全然いいんですよそれは。はい、うん、今日はねマミーがちょっと帰りが遅いので、まあ帰り遅いって言っても帰ってくるっぽいんですけど、そう家事をねなるべくしときたかったんですけど、うん、お兄ちゃんもちょっと遅かったみたいで、今日洗い物がまだ、お兄ちゃんご飯食べ終わってなくて、うん、できなくって、とりあえず兄ちゃんの弁当箱だけ、うん、パッと洗ってしたんですけど、今日ね朝ねなんかね起きたらすごい、起きたってめっちゃ目覚ましたの途中でね、またそしたらさなんか頭痛くてさ、めっちゃ、もう今は全然大丈夫なんですよ、全然心配しないでください、ないなと思って、そうで弁当作んなきゃと思って下行ったら、ナミーが卵焼き作ろうとしてて、あれと思った、多分マミーはあしか寝坊したんかなみたいな、寝坊したんかなっていう気持ちだったのか、それかあなんか先作っとこうかなちょっとっていう気持ちだったのか、そうそうそう、で私はもうこんな顔して降りてた、おはようおはよう、そうでなんか卵焼き焼こうとしてたから、あもう、ま、もう無理だ任せようと思って弁当頼んだって言ってすまん今日無理だって頭痛いんだって言ってそのまままた2階戻ってきて 寝たんですよ。でもね罪悪感があるんだ、あんな朝の忙しい時間にさ急に弁当作ってくれなんてさ、そうだからね、でも後から思ったら、あれそういえばマミ今日絶対遅い日じゃんってなって、そうあ作るべきだったな私がって、そう朝くらいのんびりねと思ってね、ちょっと罪悪感が生まれたんです私の中に、ごめんね、明日はちゃんと作るよ、こんばんは。なんかね、まあ忙しそうだからみんな、私ができることをなるべくしたいなと思うんだけど、今日はね、なんかもう昨日と一昨日ってねめっちゃ食べたんですよ私は。まあさして体重は変わっていないんですけれども、めっちゃ食べました、本当にそんな食べるのっていうレベルで食べました。4食プラスお菓子とパンくらいの勢いで食べたんですけど私は、はい、ね、それをねそのむくみなどを取るべくちょっとね動いたりしつつ、ね、もうむくみにむくんでお腹もパンパンでした
今もねまだ戻りません。ポンポコリンでした。体重はねなんかなるほど、そう最近変わんなくて食べても、でも見た目はやっぱりさ変わるからさ、うん、お腹出たりむくんだり、ありがとうございます、戻さなきゃ。戻さなきゃと言いつつもりもり食べてるんですけどね。ご飯は美味しい、うん、でも運動量を増やしてます、ちょっとやっぱり、うん、私本当に食事制限向いてない。なんか人によるじゃん。運動嫌いだからやっぱり食事制限の方がいいわっていう人と、うん、なんかやっぱり運動の方が好きだからね、やっぱり食事制限あんまりないみたいな人もちょっといると思う。私は本当に食事制限は向いてない。食事制限したら食欲爆発しちゃいそう。でも人によ よるんですよね。もともとさそんなに食に執着のない人、あんまりそうすごい食べるのがすごい好きでみたいじゃない人は、なんだろう、まあ普通にお腹空いたら食べるし、お腹空いてない時はまあ別に食べなくてもみたいな人は全然食事制限してもうまくいく人はうまくいくんですよね。私無理だわ、絶対無理。食べるのって生きがいなんですけど私の生活の中の楽しみなんですけどっていうね。感じで、なんか私は運動する方が、うん、向いてるというか、なのでね運動しながら、あれなんかここにあったやつ一個ないな、あったわ、よいしょ、おお、みんなはどっち派ですか、食事制限する派か、なんかどっちか、どっしかするってなったらどっち選ぶ？そう、まあ、食事制限ってさなんかなんていうの、結局さその食事を戻すとさ太っちゃうっていうのもあるからさ、そう結局っていうところはありそうなんだけど、あれもう一個どこ行った、あれもう一個の方どこ行った、ねどこ行ったっけ、はあダメだこれ、ダメだダメだよ、下から持ってこなきゃいけない系ですか、めんどくさいよそんなこと。いや
でも今日さどっかで見たんだよ。みんなやっぱり迷うのね。そうだよね、私もさ運動はさ、まあ、どっちかって好きなタイプではあるけど、ずっとしなさい、毎日絶対しなさいとか言われたら絶対嫌だし、そうちょっとねあるものを探しているんですけども。あらどこ行った。ああちょっとないと困る、ないと私の手間が増える。あれ絶対あったと思う、本当に絶対見たもん。私は見た、家政婦の見た。あ違う、あ違うわ、あれしかも今ピンがどっか入ってたの。あダメそうだ、ないわ。そう忘れちゃう前にね。あれ全部なくなったのかな。いや絶対違う、いや絶対ある、絶対どっかで見た。私は今日ただどこで見たかを全く思い出せない。めんどくさいよ、下まで取りに行かなきゃいけないのが一番めんどくさい。いやでも見つかんないわ、ちょっと見つかんなそう、本当に見つかんない。なんか、いやもうそんなこと言ってる前に下取りに行ってこいって話なんだけどさ、どうしても動きたくない。ちょっと疲れちゃうからさ、ちょっと階段の上るよりしんどいよなみたいなさ、そういうものでございます。いいだっつった。いやとりあえずでもまあこれ戻すのにちょっと行ってくるわ明日。行け、今のはねちょっとキノクローラーの倒れたわけです。だから戻ってきたよ、取ってきたよ、よいしょ。なくなったら絶
絶対的に困るものではないんですけど、そう、いいや、やめよう、見つけたら、うん、よし、ちょっと待ってね、潰すのやめたら出てくるかも。いや、ほんとそうよ。OK、聞いてきた。すごい便利。なんかさ、部屋とかでさ、ちょっとお菓子とかを食べ始めるとさ、部屋ってなんか一気にぐちゃぐちゃになるよね。なんかだらしない生活になる。うん、めちゃめちゃだらしなくなる。なんかさ、全部がさ、めんどくさくならない？そういう、私さ、基本的にさ、お菓子をしっかり食べるときってさ、もうなんか、あ、もうなん、あの、今日はもう食べる日だみたいな、何もしねえぞみたいな日なんですよ。もう動かない。まあ、たまに仕事ある、全然仕事ある人がでもしますけど、まあなんか本当に基本的にそれ以外ではもうだらんみたいなってする日なんですよ。そうだからさ、なんか服とかも散らかっちゃうし、なぜかね、服なんかそんなそんなになく散らかるし、なんかお布団とかもぐちゃぐちゃだしね、本当良くないよね。そしてピンバンバンピンバンバンピンバンバンバン、おしかしら一番上その中途半端、全部中途半端ね、ダラダラしちゃうわ。まだね、忍者飯ね、なんか食べない、これはね、次いっぱい食べるときに残しとく。忍者飯は美味しい。忍者飯ずっと食べてんな。忍者飯歴何年？何年でも何年も経ってない。1年くらいは経った。マジ。そういう時ってお菓子の袋ゴミ袋に捨てるのすらめんどい。あ、わかる。そう。だから私は例えばなんかスーパーの袋とか買ったものとかを、お菓子と買ったお菓子とかをこっちに持ってくる。スーパーの袋とかさ、やっぱりスーパーで買うとスーパーの袋とかに入れて持ってくるから、もう全部物出して中身、その中にとりあえず入れてく。で、後で落ち着いた時に、そう、なんかなんていうの、一日終わって、よし、もう明日から頑張るぞってなったら、もうゴミ箱にその袋を投げ込むまあ投げないですけど、そう、ゴミ箱に捨てます。最近コーラ味見かけないんだけど、確かに。でも私基本的にずっとさ、ラムネ味がいけます。なんで、そう、確かにコーラ見ないな。水汲みっておいしいの気になってる。そうね、私食べたことないけど、あれ味あんの？うん、私グミって言ったらもう大体決まってるんですよ。まあ基本的に忍者飯、あと、まあピューレグミ、
ピュアラル組が基本的に多くて、そうでも一番はもうこれですね。まあ、気になった味があるときは食べるんです。基本的にフルーツのね、なんか例えばさくらんぼとかみかんとか、と何かな、あ、梨とか、なんかその季節ごとの味のもの、ね、あ、なくなっちゃったんだ。こんばんは。焼き芋作んなきゃいけないんだった。明日の朝ごはん焼き芋。ここ数日ね、焼き芋がなくなって朝ごはん違うもの、普通にいろんなもの食べてたんで。今日はちなみにイチゴを食べました。朝は昨日ねスーパーで買ってきたんだ。そうめっちゃ綺麗で、まあ、お値段はねいつも通りだったんだけど、すごい綺麗で赤くて、もうなんかツヤツヤの美味しそうなやつだったんで、ついあこれか買おうと思って、桃梅にあげようと思って。マクド、あら関西すごく関西だった。マックいいじゃない、マックっていいよね。なんかすごい食べたくなる。マックのポテトとナゲットが好き。私バーガーそんな頼まないんですよ。食べるときは基本的にマックのナゲットとポテトを頼みます。たまにねなんかアイスとかマックフルーリー頼んだりするけど、基本的にはほんとポテトとナゲットのみ。そうで たまにねそのバーガーで気になるの出るとそれも食べたりするけど、あんまりそばが頼まない。月見は食べてみたいけど、うん。あと竜田美味しかったね、前やってた夏ぐらいにやってた、なんかレモンのとかもあったやつ、私普通に食べたんだけど美味しかったですね、あれ。うん、サムライマック。なんかねいつもね、あこれ美味しそうみたいなの出るんですけど、なんだろう、食べるまでにいかなくて私。そう、ね、あ別にバーガーが嫌いとかではないですよ、私好きですし、チーズバーガーとかめっちゃ好き。そうなんだけど、いつも食べるまでにいかないんだよな。どうしてだ。あ、そして松葉に行きたい。もう今日ねメイクしながらで、ね、もう話変わってごめんね。もう 何度も何度も、平野ひかるってこういう人間なんでお許しください。ほんとめっちゃ話してるんだけどさ、もう今日メイクしながらさ、もうまつげがさもうやばすぎて、もうなんか絶望してたの一人。あ、もうこのまつげはもうダメだと思って。よし予約しよう。今予約しようぜ、もう限界だよ。月見とかも月見食べたことないかもと思う。なんか食べたいなと思いつつ食べてない気がする。そう本当にあんまり食べない。
同じ内容で、ああれ、うわマジか、あーなるほど、おー、そうだよね、3連休だもんね、そりゃ混んでるよね、この日にしよう、いけー、オッケー、ねえ、かよ、うん、大丈夫なはず、いけー、完了、よし、オッケー、そうビューラーもう限界、何ヶ月に1回くらい行ってる、2ヶ月に1回くらい、いや3ヶ月に2回、だからもう1ヶ月半に1回くらい、もう私のねまつげはもうダメなんです、本当にビューラーじゃもうなんかもうどうにもなんない、なんか永久まつ葉みたいのないのかな、なんか誰か開発して絶対行くから私もうちょっとお値段するけどこれ一回やったらもう永遠に下がることはございませんみたいなさ、まつげもでも新しいの伸びてくるもんね、無理だよね、でも本当にそのくらいのなんかちょっと誰か開発してくれない、永久まつぱ、永久まつげパーマってやってみたけど無理だ無理だ、ないわそんなもん、まあまあまあ、ビューラーだと時間かかる、そのビューラー時間かかるどころかもうあの上がらない、私はビューラーでまつげが基本的にはもう上がらないので諦めます、うん本当に上がらない、今だから上がるのはなんかまつげパーマのあの名残があるからそう上がってるけど、それでももうなんかめっちゃ落ちてくるし、つけまつげの方が早そう、いや本当にそう、つけまつげでもいいなと思いますよ、最近のなんかちょっとナチュラルなのを見てると、ね話変わるね、またミスドが2月28日に桜を出すって食べたいんですけど、桜もちっとドーナツ、舞桜、五分咲き、満開、つぼみ、え、よくない、なんか名前もよき、美味しそう、なんか新商品とか見ちゃうよね、あとさ、なんかねもう発売されてるね、これあのセブン、セブンだわ、これセブンの公式サイトから引用になってるから、セブンでさカルビーポテトチップス香味ペースト味っていうのがね出てるんだって、私さ香味ペーストめっちゃ好きなの香味ペースト大好きなの、ちょっと食べてみたいんだよね、ほんとにマジで、いいね、なんか春に近づいてきているね、香味ペーストって知らない？調べてみて。
まあなんか割と何でも合う。チャーハンに入れてもいいし、焼きそばとかに入れてもいいし。私はだから焼きそばはもうコンペストの味じゃないと。そう、なんか塩焼きそばにするときにコンペスト入れるともうそれだけで味が決まるよっていう。スープとかでもいい。マジコーミペストはマジでうまい。まあ入れすぎるとねすごい濃くなるんですけども、私大好き。塩焼きそばはもうコーミペストの味。塩焼きそばなのかなそれは。コーミペスト焼きそば。あの野菜炒めて、野菜には塩コショウでねしっかりめに味付けて、で麺入れてほぐして、水入れてほぐして、ほんでコーミペスト、もう完璧。これでそれ一本で決まる。素晴らしきコーミペストとかいいっすね。家あんまり使わないので常備してないんですけど使わんのかいって。そう、私めっちゃ好きなんだけど、結局なんかあのあんまり使わない家はあんまり使わなかった。私はなんか好きで、そう、でもなんか料理で何に入れたらいいのかがいまいち分かんない。野菜炒めとかはいいと思う。でも毎日野菜炒め食べるわけでもないからさ、結局あんまり。そう、めっちゃ好き。私はほんと塩焼きそばがおすすめ。ほんとに好き、ほんとに好き、マジで好き、超好き。鶏ガラスープ味ね、いいね。鶏ガラスープの味もいいよね。コーミペストはマジで好きだな私。いいね、使い切り小袋タイプいいね。これめっちゃ良き。大きいの買ったからだよねきっと。ごま油いいね。マミー好きそう。ごま油はいいよ、いい香りだよ。こんばんは。最近は便利な調味料が多いね。そうね、なんかもうそれ一本、あ、味が決まるものが多いからね、結構ほんと楽だよね。いいよね。皆さんの X で映画来たんですけど、バッグ購入したんです。しましたしました。昨日はねテンション高かったです。本当にしましたよ。マジで可愛い。でもね違う、あのマミーに反対はされなかったんだ結局。そう、おみ、あの下行ったら、そう悩んだ次の日に、そう反対されなかった。いいよ、あんたが本当に悩んでほしいならいいよ、別お母さんのお金じゃないし、あんたが頑張ってね、バイト頑張って稼いだお金だし、そう、それは自分のお金だから
本当に考えてほしいならいいよっていう。言われました。盛り上がりは何だったのか。え、別え、いいじゃんだってみんな反対してたわけじゃないじゃん。まあ、反対の人もいましたけどね、いいじゃんいいじゃん。あれがあった、そうあれがあった、あったからこその私の、いやどうしようだよ。私さ一人でさ、なんかそういうの本当決めるのがあんまり得意ではないっていうか、まあ、決める時も全然ありますけど、なんだろう、本当に本当になん、なんていうの、悩むと、まあなんか、うん、決められんのよ。で、まあでも正直背中を押してほしいっていうのもある。うん、いや欲しいんだよねってなった時に、でもなんか自分じゃ、うん、大丈夫かなっていう。そう、なんかちょっと自分一人じゃなく、うん、大丈夫かな本当にっていうのがあるから、いやいいじゃんいいじゃん、いやそういうのはね買っちゃいなよっていう、で背中を押してくれる人が欲しいそう、背中を押してほしいんです。感じ。平野はそんな感じです。そして眠たいです。なんで私はこんなに眠たいんでしょう。割としっかりめに寝たと思うんですけれども、眠たいです。みんなも眠たいよね。みんな眠たくなったら寝ていいからね、本当に。睡眠不足ってさ、マジで体に影響あるよ。今日さ、仕事の人がさ、まあ、寝てたって言って、多分明日とかも休むんだけどさ、そうそう寝てたらしくて、そうでね、なんかもう一人の子が最近見かけないなと思ってたんですよ。でもう一人の子の、あれこの子はって言ったら、あ明日から来るよって明日から来るとはってなって、えん明日から来るん、休んでたんですかそう、体調崩して休んでたの。そう、今だめちゃめちゃなんか流行ってるんですよ、まあ、コロナもそうだし、まあ、インフルはねちょっとどうなんか分からないけど、もう寒かったり暑かったりで、ね、もうね体調崩す人たくさん。髪帽子、あいいよ、ボッサボサの髪の毛でよろしければにゃんにゃんにゃんの日だね。私には、私は猫ダメなんですけどね、本当は。そう、大好きなのに。あ、嫌いとかじゃないですよ、めっちゃ好き。そう、超絶好き。ただ私のジンマシン、私なんかそう今までブツブツ出るのは本当あのジンマシンだっていうことが分かったんですよ、この前調べて。さ、なんか見てる人さ、意外と本気で重症だったっていうそう、意外と本気で重症だったよっていう、私猫アレルギー今ね、なんかもうどうか知らんけど、もう触ることないから、私もう触らなくなったからね、そういうのが。待ってね、これね、ここはねちょっとぽっかりついてるの。下げないとすごい形がね、なんか耳がね見えない。猫ちゃんすごい好きなんだけどな。ごめん全然耳見えてないわ。
これ多分倒れちゃうんですよそう倒れちゃうんですよ。かわいい。これちょっと本当は後ろね、ここちょっと入れとこう。これ折り込んで。そう、いや本当にマジで重症だったんです私、調べたら。もう顔中ぶっつぶつになって、そう本当意外と本気で重症だったって。今までなんか目かゆい、喉かゆい、まあ、ちょっとかゆいはあったんですけど、ジンマシンまでしっかり出ることはなかったんです。まあ、目が充血するとか腫れるとかはあったんですけど、そうあんまりなかったんですね。そうでもなんか本当一番最後のあの猫触った時の記憶がマジでジンマシンなんですよ。そう顔中ぶっつぶつになって家帰って驚かれるみたいな。で調べたら結構本気で重症みたいで、まあ、冷やしたら治ったんですよ、すぐ。割と次の日はもう結構綺麗さっぱり消え去ってはいたんですけど、もうお母さんが悲鳴あげてたよ。あんたどうしたのその顔っつってでも私はさ、いやなんか猫ちゃん触ったらさ、なんか痒くてさ、そんなやばいって言ったら、もうね、ほんとね、もうやっばかったね、あれね。そう。でも大好きです、私は。猫ちゃん大好き。触りたい、めっちゃ。治んないかな。倒れすぎちゃった。猫アレルギーって調べたかもしれない。いや違うでしょ、毛でしょ。あ、毛じゃ、え、毛についてる何かってこと。わかんない。じゃあ似てなくてよかったね、本当に。そうでも姉ちゃん、ワンちゃんダメですよ。アレルギーです。そう。家にね、一緒にね、住んでた時は大丈夫だったんですけど、やっぱ離れると、まあ、なんかちょっと悪化したのか知らんけど、帰ってくるとね、すっごい痒いっつって。ダメみたいです。でも大好きだから。そうね、だから本当になんかさ、アレルギーってさ、アナフィラキシーを起こすと本当にあの下手すると死ぬじゃない。そう死んじゃうじゃん。私だからさ、下手に猫触れないなと思って、そう、あ、やばいと思って。うん、なんかその時はなんか息苦しいとかなんかあんまり、なんかもう小学校かな、うん、の時の話なんで、もう全然覚えてないし、ただジンマシンはすごかったなっていう話だったんですけど、そうでもほんと下手したらマジでそのレベルだったなって思うくらいにはすごかったんだなと思って、うん、もう皆さんね、だから気をつけてください、アレルギーって。でもなんかほんとなんかさ、ほら物に、食べ物とかでもさ、食べ過ぎてアレルギーになる人もいるじゃない。そう、もうな、まあ、私もさ、だから猫すっごい好きなので、そう食べ過ぎてアレルギーになる人って、その食べるのはすごい好きだったから食べてたわけじゃん。好きなものとかさがさアレルギーになるってさ、マジで嫌じゃない。本当に本当にもうね、大好きなのに、可愛いうちの子の。もう中にジンマシンできるとやばいんで。あ、そうなの、そこまで知らない。私さ、本当にさ、そこまで深刻にアレルギー反応出たのがね、あの本当猫だけなんですよ。食べ物で出たことないし、まあ、強いて言うのはハウスダストでね、ちょっと喉とか目がっていうのはあるけど、
なんだろう、そもう本当あかゆいなくらい、かゆいとかちょっとねって、あの鼻がねムズムズするなくらいで終わるんで、そう本当に猫くらい、そこまで深刻に出たの。アレルギー検査をね私したことがないので、まあなんかわかんないんですけど正直。はい、アレルギー検査一回も受けたことない。なんかあんまり必要性がなくて、うん、まあ猫はもう圧倒的にアレルギーだなっていうのは分かって、それ以外はうん、なんだろう、うん、なんか食べ物でかゆいとか息苦しいとかじんましんが出るとかになったことがないので、そうアレルギー検査はなんか別してもしなくてもなんかあんまり変わんない。でもね私眼科行きたいんよ最近。こんばんは。めっちゃ眼科に行きたくて、なんかもう今日私の目の悪さに深刻さを感じた、深刻さを感じた深刻だなと思った。結構マジで、うん、ちょっとね右目も見えない。まあ私もともとさ乱視が入ってるからそうっていうのを知ってるんだけど、なんかこんなに見にくかったっけっていうレベルで字読めなくて、そうマジでなんかもう20、30くらいにもうなってんの。もう、まあ、乱視ってまあそういうもの、二重に見えたりするもんだから、まあ、乱視なのは分かってんだけど、あ、チョキありがとうございます。新しい表現の仕方ありがとうございます。そうマジで見えなくて、ちょっと本気で、あ、やばいかもしれないっていう、深刻だなと思った。結構私左目が悪いからさ、右目も悪くなったら本当に見えなくなるんですよ。そう左目がもう本当に、まあ字はまず読めなくなるし、色しか判断できないっていう状況になるんですね。そう右目まで悪くなってしまうと本当に私は日常生活がちょっと大変になる。分かんない。だからでもなんか右目全く見えないとかじゃないし、そう目が調子悪いの大丈夫、あ目が調子悪いのはまあちょっといつものことなんです、全然大丈夫ですよ。だからちょっと一回検査してもらった方がいいのかなって思った。うん、メガネ欲しいな。でもメガネが欲しいんだ私は。でもきっとさ行ってもさ、あじゃあコンタクトしましょうかって言われるんだよ。私メガネ欲しくて一回さ行ったのにさそうメガネ欲しくてさね、すいませんってメガネ作りたくて、で視力検査行ったらさコンタクトにしましょう、違うんだよ疲れ、もう疲れ溜まってるってほど最近疲れ溜まってないと思うんだよね。それなりになんか休みもあるし、まあ乱視はひどいなって思ってる。すごいね、腹立つくらいになんか残像が見えるの、残像が見えるの、字の残像がめちゃめちゃ腹立つの、読めなくてもらいしたいけど、コンタクトの方が自然に見えるよ。私コンタクト嫌いなんです。あのカラコンは別だよ、ごめんそんでわがままなっていう、そう感じでしょ。そう分かってる、分かってんの。
なんですけど、なんか毎日コンタクトつけるのはあんまり、私だから持ってるんですよ一応。つけてないでも。右だけどあり左はどなしとかできないのか。あ、できますよ。私もともとそれでした。はい、右目だけすごい、あの左がね弱視で、まあ基本的にもう字読めないんで、左だけだと字も読めない、色しかわからないっていう状況なんで、まあ昔はね、そう矯正するためにまあいろいろやってたんですけど、まあもう年齢も年齢だったんでもう変わんないんですね。そうだけど、やっぱりちょっとでも見えるようにするためにって言って、こっちだけすっごい分厚いメガネ使ってました。でこっちは普通のガラスでした。だからね、かけた時の目のサイズがね結構すごい、めっちゃ高かった、私のメガネ。そう、度が、あの左目悪すぎて、もう分厚いんですよ。それを最大限削ってもらったから、そう削らないともう本当もうとんでもない分厚さになるから、最大限削ってもらって、それでも分厚くて結構そう高かったです。でもそれをね、私はねフレームを壊したり曲げたり落としたりってね、やりましたよ。まあ、つけ心地、あの乾燥すると痛いです。はい、目が乾燥すると痛いです。そしてまあ面倒くさいです。ワンデーならまだいいんだけどさ、あの2ウィーク使ったこと、あの今っていうか、まあ、ちょっとね、少し大きくなってからメガネ作りたくてって言った時に、あの結局コンタクトにされた時された時って言い方よくないね。そうコンタクトがいいよってなって、そう出してもらったのが2ウィークだったんですけど、ちょっとめんどくさいんですよ2ウィークって。そうそうそう、結構なんか洗浄液に入れてことをしなきゃいけないから、もうハードソッパがダメなんですよ。そう外してポイだけじゃちょっとダメなんで、スイカはちょっとめんどくさかったですね。そうメガネが欲しいんです。だから私はもう寝たこともしばしば、あ私意外と律儀にやってたな。律儀にやってましたよ。途中からもうつけなくなったけど、結局さ私の場合さ、つけてもつけなくても変わんなかったからさ、左目に関しては。右目はもうつけることもなかったし、目良かったから。左目に関してはコンタクトつけようが、そう視力が見えやすくなるわけなってたわけでもない、まあもうほんと多少超少しの差で分かんないんですよ自分でも。だから見やすくなってんのか、なんならちょっと見づらくなったくらいにも思うくらい、なんかもうほんとなんかもう分かんないくらいの、あの差だったんで、つけなくなっちゃいましたね。うんね、だからそれ格段にね目がすごい見やすくなるっていうなら、まあ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 つけてたかもしれないけど、そんな感じでねやっておりましたね。ちょっと眼科行かなきゃな。眼科ね見づらいよね。でも行きたくない。でも行きたくないんだ。だって眼科すごい待つんだもん。すごく人多いんだもん。いつも行ってるところはねすごい長いんです。さ昔さ眼科行く時なんか1日がかりだったよ。結構1日がかりっていうのはまあ嘘だけど、なんだろう本当に、でも朝早くから行って終わるのももう昼過ぎ、お昼過ぎてから終わるみたいな結構あって、マジで長かったね。そういつも寝込んでるんです眼科さんは。
かった、世界がくっきり見えて嬉しくない。あ、そんな風に考えたことなかった。わ、すごい見やすいとかいう論点で夢を見たことがないから。本当に、まあね、行けるタイミングで、そう、行けたらいいなと思います。本当にちょっとね、本当にでも見え、ちょっとまあ、なんか何が原因なのかはねちょっと分かんないけど、この見にくいのは。そう、でもね本当に、うん、見にくいのは嫌だ。本当にね。あ、でもね、ちょっと嬉しかったのは、まあ眼科さ、眼科さ、なんかいつもなんか先生がいるタイミングで、私の、まあ、担当の先生やね、いつものいるタイミングで行くと月曜日だったの。そう、その日だけさ、だからやす、まあ、学校休みだったのね私。そう、休んでもよかったのね、嬉しかった。それだけです。花粉、でも花粉飛んでる、そんな。私だって全然何も反応してないよ。目かゆくもない、わかんない、花粉飛んでたら見づらくなるかな。あんまり気にし、そこまで花粉を気にしたことがなかった、うん、いつもなんか、なんだろう、かゆいかかゆくないかで判断、そう、してたから。飛んでると見づらくなるのかな。花粉の量、花粉飛散情報、少ない、少ないです。石川は全然まだ、どこも、うん、だから全く飛んでないわけじゃないけど、うん、ほとんどだから感じないですね、私は。まあね、なんかもう明日も雨降るし、明後日も雨だし、あれ違うな、明日は雨だ、明後日は普通に曇りだ、日月だ、雨は。本当に全然感じない。なんか他の地域はすごいみたいですね、結構ね。あ、23時になったら歌を歌います。明日から雪だっけ、うん、うん、曇り、もう雪降らないと思う、こっち。わかんないけど、なんか降らなさそう、本当に今年も。明日は雨です、雨。明日、大好き。さんも雪がかかってたような、うん、私の見てる天気予報のでは全然全く雨って感じですね。もうなんか雪降らないと思ってた、勝手に。ああ、本当だね、雪のマークついてるところはあるわ。明日雪のマークついてる時間はあるね。で
も朝方だね本当に。みぞれだって、みぞれ降るかもよって。めっちゃ朝。今何だったの？ちょっと幸せなことが起きた。ゴリって言った。そんな感じ。まあなんか積もんなければとりあえずいいかな。うん、まあもう積もることはないでしょ今年。うんと思っている。すごいシーンとした。ね、なんか急に寒くなった。そうだ今年さもう手袋使う機会ないかなって。あそう手袋をねもうなんか限界すぎて1個買ったんですよ。そうなんか安くなってたし、そうもう使う耳当てとかも使う機会もうないかなと思ったらねありましたね。まだうん、もうさ寒すぎてさ耳当てないと耳痛いしさ耳の中まで痛いんですよ本当に。でもさかじかんでもう痛すぎてダメだと思った。そうだからもう2月のねもうほんと寒い時タイミングで買ったんですけど、あでもねすごい便利なんですよ。そうまあ、デザインはまず可愛いの、可愛くて、でここにねあのこう切れ目入ってて指出せるんですよ。まあ、親指はねさすがに出せないけどこの指はね出せるんです。あまり手袋好きじゃないなと思ってそう買わないでいたんだけどもう無理だと思って買ってみたらね割と今使ってるやつは良きモコモコであったから。そうでもなんかもうちょっとほんとあったかくなってほしいな。3月頭ってさどのくらいの気温になるんだろう。あったかくなってほしいんだけど。うん、もう23時になった。ちょっと待ってね、歌の時間に行きますせ。揺れます。じゃあじゃあこれこっちが倒れちゃうね。ピンキーリングもうなくした。あ違うんです、そう今日ねあの忘れてっちゃったんですよ。そうお風呂場で外して、そう
あの濡れちゃ、あの取り扱いにも濡れないようにしてねってそう書いてあったから、そう外したら忘れて置いてっちゃって、今日ごめんね。そうだから今日ついてないの。お風呂場っていうか洗面所なくしはしないさなんでそんな笑ってそんな人だと思ってるそんなことないよ。はい、ちょっと待って。いや、昨日ね、このドラマの話をしてたので、これを歌おう。まあ前歌ったけどよく聞く話だからなくしてない、大丈夫だよ、安心してください。もう一度さ声を聞かせてよ、めくれないままでいる夏の日のカレンダー、ただいまってさ笑って見せてよ、僕に先もわからない忘れ物ばかりだ。心が壊れる音が聞こえて、どれだけ君を愛していたか知って、もう二度とは増やせない思い出を抱いて生きて、 Day by day渡せた気になってた。どうしてかな、離れている方が言葉が触れ出すのは今更と笑って、君だけ見つけたいつかの流星、どんな願いを浮かべていたのかな。あの日君が見上げてた藍色の先を見つけ、幾億年の距離を越えて、輝きを伝う星のように変わらない愛、確かな光届くまで願い続ける。だからいつか僕ら巡り合えたなら、輝きの中待ち合わせ、瞬きもせず照らして待ってる。消えやしない君がくれたぬくもり、抱きしめ僕は今を生きてくから。君と巡り会えるだろう、僕
け合った日々、季節は不意に君だけを乗せ彼方へ。だからいつも心で思い続けてる。まだ僕の声は聞こえてる。進み出す日々、目を開けるたび近づいてゆく運命と信じて。言えなかった胸の奥の言葉、今ならありのまま君に渡せる。どれだけの時が流れても永遠に過去形にならない。 I love you。出ない、高い、これめっちゃ高いよ。低いとこ低いし、高いとこ高いし、なんすごいよね。私も出ません。私も出ません。夜に浮かんでいたクラゲのような月が馳せたバス停の背を覗けば、あの夏の君が頭にいる。夏の匂いが頬を撫でる。大人になるまでほら背伸びしたままで。遊び疲れたらバス停裏で空でも見よう。時期に夏が暮れてもきっときっと覚えてるから。追いつけないまま大人になった。ポケットに夜が咲く。口に出せないなら僕は一人だ。それでいいからもう諦めてる。だけ標識、記憶の中はいつも夏の匂いがする。写真なんて紙切れだ。思い出なんてただのゴミだ。それがわからないから口をつぐんだまま、絶えず君の意向、記憶に夏のの石一つ。紡いだまま大人になって追いつけない。ただ君に晴れ、口に出せないまま坂を登った。僕らの影に夜が咲いてる。クーでした。日の落ちる坂道を登って、僕らの影は、ああ追いつけないまま大人になって。君のポケットに夜が咲く。口に出せなくても僕ら一つだ。それでいいだろう。もう
みしめてる。だけ。すごいなんか手がむくんでて気持ち悪い変な感じ。なんかめっちゃ私むくみ体質でほんと手とか超むくむんですけど、手むくんでるのってすごい変な感じがして気持ち悪いんですよね。ごめん喉が鳴った今。手むくむことない？パンパン、パンパンではないけど、なんかちょっとむくんで変だなみたいな。しょっちゅうあるんですよ。本当にやだ。本当にやだ。見せて。多分見ても分かんないと思う。そんな。だから私がそういう風に言うと、なんかマミーもね、多分私のさ、ただの感覚の話だからさ。なんか、いやそうかって言われるんですよ。そうだから多分ね、全然見るだけじゃそういう風に見えないんだけど、私の感覚としてはすっごいむくんでんの今。あまりなったことない？本当？なんかね、いつからか手がむくむようになった。こんばんは。でしょ、見てもわからんよね。私かわいいでしょ。そう、感覚なの。すごい。だからほんと多分ちょっとしかむくんでない。ラリーアイフォーユー、一人じゃない、遠くにいるなと思っても手をつないでるんだよ。オーラユーフォーミー、走り出せる、いつだって絆信じてる。何
が頑張れって言ってる。オーラ UFO アスの姿がいつだって誰か支えてる。繋いで繋いで繰り返して支えてもらった時には支えて、この星ぐるっと一周して、愛と愛と愛と愛でビーその際一つ特別じゃなくたっていいんだよ、当たり前でいいんだよ。オーラ UFO アス抱きしめよう、何気ない一秒を。 Ready me for you 忘れないで、君の背中誰かの声が頑張れって言ってる。オーラ UFO アス迷いはない、確実な一歩踏み出せる。これ歌いたいけど、歌いたいけどこれ低いし、低いな。まあ歌ってみよう。そして音がちょっとね曖昧なところあるけど、まあとりあえずこれ。君があんまり眩しく笑うから、つぶたまぶたに残ったオレンジはいつしか僕のハートの色になった。君があんまり無防備に泣くから、ラップ聞きたいマジ下手くそだよ。つられたが止まらなくなって、最後は君が背中をさすってくれたね。愛という曖昧なものに、君はその指で輪郭を描いてくれた。大げさなことは何もできないけど、君を笑顔にする魔法はいくつか持ってるんだ。帰り道の犬の鳴き真似、あの日の本音、君の寝言の話、そして大好きのキス。君がまっすぐ僕を見つめるから、隠したぐしゃぐしゃが頭を出して、気づけば君が優しく撫でてくれたね。愛という不確かなものに、君はその声で真実を歌ってくれた。特別なものは何思ってないけど、君を笑顔にする魔法ならいくつか持ってるんだ。くしゃみをする君の顔まで、あの時君に打てなかったメールの話、大好きのキス。
悲しみが襲ってきて、君を笑顔にする魔法が消えてしまったら、一緒に泣こう、一緒にもがこう、一緒に生きよう、見つかるまで探し続けよう。魔法って言っていいかな、大げさなことは何もできないけど、君を笑顔にする魔法はいくつか持ってるんだ。帰り道の犬の鳴き真似、あの日の本音、君の寝言の話、そして大好きのキス、そして大好きのキス。なんか素敵な恋愛だねこれ。平井堅さんです。待ってね。歌えるか分からんけど、久しぶりに歌う。生まれ変わる今ここで、
仰いでいた空越えてゆく握りしめた手のひらのその中に希望があったんだ。目の前に広がる景色全部が実はちっぽけだったと気づいた。例えば君と出会えば簡単に世界はひっくり返る。知らないことだらけで笑えてくるな。まだまだ先に行け証だ。追いかけてた遥か遠く譲れない思いも連れて誰も知らない頂を目指していく。全てかけてこれなんだっけ、あー名前ちょっと待って。ありふれたものに隠れてるような特別を見逃さないように例えば見る角度変えてみれば違う生き物みたい。体操でなくていいよ見えは張らずにその日その場で出せ最高を切り開いた。恐れずに新しい景色求めて意味付けとかいくつなんかいらないんだ思うままに。直撃の相馬の歌です。誰も知らない頂につまずいて今とても仰いでいた空越えてゆく握りしめた手のひらのその中に希望があったんだ。でもすごいお腹のすくアニメですよ。まあ、まあね、なんかお料理がたくさん、まあ、お料理対決っていう感じです、はい、まあ一流の料理人に面白いですよ。ちまが持ってます。ただでも本当にあの夜中とか見るとマジでお腹すくので、うん。全込めて消臭を持ってくた
窓を破った擦りついた銃口が跳ねて昨日の僕を貫いたおやすみその絶望受け取って明日の僕は歩き始めたまた今夜待ち合わせよう。同じこと悩んで一緒に乗り越えて支えてくれたから歩いてこれたよ。理想だけを口にしてた過去、壁はどこにだって立ち塞いでて探りで生きてく。赤い空が影を伸ばす。まだそれは頼りなくて自分勝手ため息をこぼす。違う歩幅合わない呼吸でも君はまっすぐにぶつかってそばにいてくれる。すれ違い見渡せばそう取り残されていた明日は見えてますか。暗闇苦しくても願いたいよ力なら君にもらった守り抜くために行くんだよ。はい、頭の上君にもらった負けてばかり守るものもない。そんな自信なくて試合放棄言い訳をボス。どこからとなく耳を刺した声、君はまっすぐにぶつかれて悔しそうに嘆く。触れ合えば胸の奥に土足で踏み込んで明日は君が決めろ。暗闇かき消す君の声は涙なんて振り払うんだ理由なら僕が作った分かってる。だから行くんだよ。今も怖くなって足がすくんで本当は震えてるんだ。取り戻すために戦うよ。立ち向かう君がいる。待っていて負けないよ。進むんだ届くまで笑え。
だから戦うよ。今は一人じゃない、胸が熱いよ。力なら君にもらった、守り抜くために戦うよ。伸ばしすぎた、最後最後伸ばしすぎた。歌えるかな、久しぶりに歌う。これ発光器っていう歌のですね、歌アニメの。雨粒風よ時の葉さえ、この思いはいざ酔いに倒られぬ花色は匂えど、琴の葉も届かないまま、売れ売れだから消えた。あなたの空を飛ぶ蝶になれぬのなら、その悲しみ苦しみを食らい尽くす鬼でも構わない。風よ時の葉さえ、この想いを舞い散らせと夢よ刹那、この心はさなぎのまま、輪廻の果て霞む空いざ酔い涙。違う姿でも良いと、愛しい空を舞う蝶になれぬのなら、苦しい世に咲いたあなたを壊す鬼でも構わない。雨粒風よこの旗よりに、この想いを届けたくて、時よ刹那叶う仰せは春の宵、輪廻の果て仰ぐ空いざ酔い月よ。和風です。昔のアニメ、昔とか新選組
あの話なので、そう、それに合わせて作られたのだと思う。雨津風よ時の葉さえこの想いを舞い散らせと夢よ刹那、この心はさなぎのまま輪廻の果て霞む空いざよい涙、この果てよりにこの想いを届けたくて時よ刹那、叶うおせは春の宵輪廻の果て仰ぐ空いざよい月よ。最後の曲です。なんかすごいきっと眠気を誘いそうな曲調です。これはね、それでも世界は美しいっていう。してても会いたくて会いたくて眠れずにぬくもり探してる、遠く離れててもいつだって同じ空を見上げてるんだけど、そばにいてほしいのだけど今くじけそうだよ、飲み込むため息で胸が痛いよ、あなたも同じ気持ちでいるかな、一人じゃないんだよね、越えられるデスティニー、
ばにいてあげるね。だけど今くじけそうだよ。この手を離さないで、目をそらさないで、同じ歩幅で歩いて行きたい。一人じゃないんだから、信じてるよ。あなたが選ぶストーリー、これから先に何があっても笑い合える強さになる。どんな時も忘れないでね、メモリーズ。朝になればまた新しいこと増えるよね。永遠の絆を I become。 そしたらね、配信は今日はこれで終わりたいと思います。遅くまでありがとう。それではね、ランキングに行きたいと思います。救済エレメントさん、92マサムネさん、11ナナタさん、10サブローさん、9サルキチさん、8サクラのお友達さん、7位ドクタケさん、6位ニシさん、5位ところてんさん、ゆうかぼうちゃん、3位カイさん、2位ゆうたさん、1位ケンイチさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ゆうたさん、ケンイチさん、こちらのお友達さん、ナナタさん、徳武さん、白美さん、猿吉さん、ソソさん、白身フライさん、サブローさんです。ありがとうございます。はい、ということでね、皆さん本日も遅くまで、そして長い時間ありがとうございました。はい、そし
して今日も一日お疲れ様でした。ゆっくりね、もうね、配信終わったらすぐ寝てゆっくり疲れとってください。でね、あのもうね、なんか寒くなったので、また体調気をつけて暖かくして寝てください。コンペスト探してみてください。はい、それではね、ゆっくり休んでください。遅くまでありがとうございました。それではまたね。にゃんにゃんにゃん。おやすみなさい。ありがとう。